プリュトンはフランス海軍が建造した軽巡洋艦で、フランス海軍では不設巡洋艦に分類していた。プラトニ・インシグニア、本艦は当初はイギリス海軍の機雷不設巡洋艦アドベンチャーに触発され、1925年海軍整備計画で建造された艦である。艦型はアドベンチャーよりも小型だが、軽巡洋艦と戦うに十分な火力と速力を持っていた。船体形状は還元の高い、朝鮮主郎型船体で外洋でのしのげなみ性は良好であった。艦首から前向きに主砲としてシールド付きの 13.8cm 単装砲牙を背負い式で2機配置、下部に艦橋構造は箱型とし、その上に三脚式の前、帆柱が立つ。艦橋構造の背後から2本の煙突が立っているが、第一次大戦後のフランス海軍では、ボイラー室とタービン室を交互に振り分けた、シフト配置をとっているために2本煙突の間隔は1番煙突と2番煙突の間は広く取られている。煙突の間には、シールド付きの 7.5cm 単装広角砲が、片弦2機ずつ、計4機が配置され、広い射界を持っていた。2番煙突の後部から艦載艇置き場となっており、ミズンの基部に1機がついた艦載艇用のボートダビットで運用された。ミズンも三脚式で中部に単小灯台が置かれた。その後ろは上部に測距儀が配置する後部船橋、後ろ向きに背負い式配置で 13.8cm 単装砲が2機が配置された。艦尾甲板上には、片弦2畳ずつの機雷投下機場が設置され、計4畳が配された。原則には、プロムナードデッキとされて開港されていたが、1933年から、砲術練習巡洋艦任務につき、艦内容積の不足が指摘されたために1939年に、艦名を、ラ・トゥール・ドーベルニュと改名されるとともに、艦内容積を増やすために開港部を塞いで、居住空間が増やされた。ありがとうございます。